韓国アイドルグループ BTS、防弾少年団のメンバー V が企画したボストンバッグとブローチセットが、発売開始からわずか1秒で完売。世界を驚かせている。11日午前11時、ファンコマースプラットフォームウェバースショップで、アーティストメイドコレクション by BTS、V の発売が開始された。V がスケッチしたデザインをもとに、カラーやサイズ、材質の選定まで細かく決定し誕生したブローチセットとボストンバッグは、公開されるとすぐに爆発的な関心を集めた。販売前から SNS ではファンの購買意志が溢れ、熾烈な競争を予告していた。発売スタート時刻になると、全世界のファンが一斉にサイトに接続。商品をクリックした瞬間ソールドアウトの文字が表示されるなど、購入に失敗したファンの泣き声が聞こえるほどだった。V が個人的に好きなゲームキャラクターからヒントを得てムテと命名されたボストンバッグは、わずか1秒で完売。続いてブローチセットは雲、花、顔の順で2から3秒で完売の文字が画面に表示されたという。販売終了後、個人間の取引が可能なプラットフォームエベイには、ムテボストンバッグが出品され始めた。オークションのスタート価格は2000ドルから1万ドルまで様々で、オークションが開始されてから1時間が経過すると、82人が参加して1万2900ドルまで価格が引き上げられるなど、ここでも熾烈な競争が展開された。欧州のビルボードと呼ばれるワールドミュージックアワードは V がデザインしたムテボストンバッグがわずか1秒で完売するという歴史を作った都市。ギネス世界記録側は我々が直接モニタリングしたわけではないが、よくやった V と言及。ギネス世界新記録を2つ保有する人物として V を祝福した。ジュノ、1、22から23開催のオフライン単独ファンミーティングジュンホザモーメントのチケットが全席完売に。4月デビュー予定のガールズグループメンバーにいじめ疑惑浮上。被害者の姉の親友と名乗る人物が某芸能事務所の練習生 J 氏が友人と共に数人の被害者に暴言をついたと暴露。J 氏はまだ一般人だが、デビューすることがあれば証拠をもとにメディアに情報提供すると予告。集団性暴行違法撮影チェジョンフン。現在は母親と共にソウル市内の教会に通って信仰活動中だと報じられる。